さあどうも、綿貫です。現在ね、溝の口駅に来てます。溝の口っていうとね、この東急田園都市線と、あとこっちに JR の南武線が乗り入れて、まあ、結構ね乗り降りの多い駅なんですけど、ここから何をするかっていうとね、まあ、今回は割と神奈川県の地元ネタみたいな感じなんですけど、この溝の口から新横浜駅まで直行バスっていうのがあるんですね。これがねなかなか気になる存在だったんで乗ってみようと思います。直行バスって羽田空港とか成田空港、そういった空港行きの直行バスっていうのはよくあるんですけど、新横浜駅っていう、ね、直行バス、新幹線の駅に向けたバスっていうのは、まあ、基本的にはないんですよね。なぜか新横浜に行く、他のね鉄道の駅からの直行のバスっていうのが溝の口発新横浜っていうものだけあって、これなんで直行バスあるんだろうなって考えてみたんですけど、多分おそらくねこの付近のエリアの人っていうのは新幹線に品川じゃなくて新横浜から乗ると思うんですけど、この溝の口から新横浜っていうのがどう頑張っていってもね乗り換えが発生して、でまあまあ時間がかかると思うんですね。似たような立地はね、武蔵小杉からだと東横線のね菊名で乗り換えて、横浜線で行けば乗り継ぎがうまくいけば本当に10分ぐらい着くんですけど、この溝の口から新横浜っていうのを調べてみると、まあ、一番に出てきたのはあざみの乗り換え、まあ、乗り換えは1回なんですけど、まあ、若干距離的にね遠回りになっちゃうから32分かで、値段は429円と。それか、武蔵小杉菊名乗り換え、まあ、これもね乗り換え2回になっちゃう37分で492円と、まあ、それか乗り換え1回で長津田乗り換え、これだとただ距離がかなり長くなっちゃうんで、46分、どのルートでもね、まあ、そんなめちゃくちゃ時間かかるってわけじゃないですけど、乗り換えが必要になって時間かかるから、それだったらねもう乗り換えなしで1本で行けて電車と同じぐらいの値段で時間も同じぐらいっていうので、バスができたんじゃないかなと思います。このバスが、どういったものかっていうと、所要時間は約30分ほどで、値段が現金500円、IC450 円ということで、まあ、IC カード450円だと乗り換えの1番に出てきたあざみの経由が429円なんで、それと同じぐらいですね。ただバスのねバス得っていう、まあ、1割ぐらい還元されるサービスの対象になるので、 IC450 円といっても実質410円程度で乗れますんで、まあ、実質最安値はねこのバスになりますよね。であとはねバスだとねやっぱり気になるのはね時間通りにちゃんと着くかっていうのが一番気になるんで、まあ今ね朝早い5時45分なんで、始発の1本目の6時発のに乗ろうと思うんで、ちょっと道路の隙具合とかは参考になるか微妙なとこですけど、とりあえずね乗っていきましょう。そう、この溝の口の地名もねなかなかややこしいことになってて、武蔵溝の口は溝の口、のがカタカナで、東急の溝の口はのがこうひらがなで、さらに川崎市バスだと溝の口、間に何も入らないっていうね、なかなか3通りの表記になってますね。で実際の地名だとやっぱりこう溝の口2丁目ってなってるんで、のが入らないんで溝口っていう2文字なんですけどね、まあ、それはいいとして、バス乗り場がねこうバス乗り場矢印下って書いてありますんで、こっち側ですね、この北口のロータリーの下で、でこう直行新横浜駅一番バス乗り場って書いてありますね。やっぱこう宣伝するぐらいだからそれなりに乗る人いるのかな。あ、1番、あ、バスこう降りてすぐですね、直行新横浜駅。あ、時刻表はこんな感じ。あ、でも朝の時間は15分おきで出てるんですね。で日中も約3、40分おきですねこれはね。でここにも案内書いてある通り直行だけど、あ、いくつか止まるんですね。で値段が IC450 円、さらに定期券もあるんですね。定期券があるから通勤で使う人もいるってことか。まあ、あとこのねバスの路線図が貼ってありますけど、こうどこに書いてあるかっていうと、この端の方に溝の口駅、新横浜駅と。あ、この路線はね東急バスの路線だから、この溝の口の表記はののひらがなが間に入ってる形ですね。じゃあとりあえずここで到着を待ちましょう。さあ、来ましたね。独特の塗装で、あと全部ねクロスシートのワンロマの車両で来るんですね。ご利用いただきましてありがとうございます。このバスは
では新横浜駅で下車しました。時刻がね6時25分なんで、所要時間25分で着きましたね。5分ぐらい早く着きましたね。で今回通ったルートを見てみると、まあ、渋滞する可能性はかなり少ない道をね通っていきましたね。まあ、渋滞するとしたら新横浜に入る手前のところで渋滞する可能性はありますけど、もしね渋滞してたらあの1個前の鳥山大橋、あそこで降りて歩いて5分ぐらいで来れば、まあ、渋滞にも勝てるでしょうし、まあね時間的にはねなかなか定時で着きやすいんじゃないかなと思います。でまたすぐね溝の口行きになって折り返すんですね。いやでもこの路線がね設定されているのが、鉄道だとね乗り換えが必要で時間がかかるっていうのもそうですけど、さらにねバスだと溝の口も新横浜もすぐ近くに第三京浜があったんですね。それを使えばねすごいスピードでもう溝の口から新横浜に向かうことができますんで、ね、なかなか鉄道の不便さと道路の便利さの両方がね合わさってできたね路線だなと思いますね。じゃあこんな感じでこの動画は以上になりますんで、次の動画もよろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。